おはようございます。オーシャンのしげです。今日はね、この魚探をちょっと新調しまして、新調時点で611に変えました。はい、まあね、611に変えたと言っても、昔のタイプのね611、はい、まあ、いわゆる売れ残り、はい、の魚探にね、ちょっと変えました。前使ってたね501が2個ともダメになって、まあ、要はそのサポートも終了したっていうところでですね、まあまあ、頃合いかなと思いましてね、今回ね、新調したというところですね。今日はですね、まあ、その何もね、マークも何もないんで、ちょっとずつね、これからこの611にですね、記録を残していければなと思っております。はい、ということで今日も一日頑張ります。分かりましたね。おるっていうことは分かったよ。ちょっとね、さっきやってたところね、漁師さんに横入りされてけどね、怒り下ろしてなんかアジ釣りやるって言ってたんで、ちょっと場所移動しました。もったいないですけどね。まあまあ、ここにもおるやろ。今水深が26メーターですね。で、岸に向かって打ってるんで、
おそらくですけど僕がキャストで届いてるところが20メーター切るぐらいの水深だと思います。朝方はちょっとねこんな感じで茶葉ついて、で日が昇って徐々にね、潮が落ち着くっていう、まあそんな感じの予報です。まあ冬にねよくありがちなあの泣くタイプのね予報なんですけど、間はトップで粘ってもいいかもしれないですね。何時だったっけ、9時半ぐらいまで揚げなんですよね。今が8時前、だから1時間ぐらいねトップで粘ってもいいかもな。海峡は青もぴったりですよ。ちょっと岸に寄りました。前でダブルあったね。これな。よし、ちょっとかわしました。今5メーターですね。超浅い。超浅いよ。ただ浅い。
ちょっと沖に出てから叩いてもええかもな。もう嫁だ。パドルカヤックやったら気にせえへんねんけど、やっぱ足こぎやったらね、足こぎのギミックが岩とかに干渉したらね、良くないんで気遣いますよね、この浅場は。まだ 4m あるからね、まあ基本的には当たらんのでしょうけど、だけどここはおっとしたね、岩とかが出てたらね、えらいことなかったですね。まさかのまさかなかった。どこだ。うそ。おい。えい。釣れました。よいしょ。いい。釣れましたよ。なかなかよね。5キロは超えとんな。よかったよかった。ね、今がね。はい、ということでお疲れ様でした、本日の釣果は1本ということになりました。なかなか脂が乗ってそうなね、いい青物で、まあ、食べたら美味しいんちゃうかなと思います、はい。それでもね、ちょっと2発ばらしたんでね、まあ残念かなとも思うけど、まあ1本取れたんでね、まあ今日はよしと押してきます。
ただですね、今日はね、せっかく魚団の初卸ししたんですけど、あんまり活躍の場がなかったかなっていう感じですね。次回はね、しっかりとバーチカルで、お魚ね、釣りたいと思います。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。